てください。ブラジル来てください。はい。わかりました。ありがとうございます。多分ね、あちらに日本語で、うん、我慢とか、その書いてあるんですけど。大切なこと。じゃあ聞いてお話を、まあ、こちらにあの日本語で、まあ、メッセージがあるんですけど、うん、これマリコスさんが書かれたんですか。そうです、はい、いいのことね、例えば、はい、自作、はい、それを知らない、はい、日本語で多いでしょ、はい、そうです、それは全然ないんです、はい、逃げるの感じがあるから、はい、相手、はい、のことで自作、ね、自作はそれを知らないけど我慢、はい、あとは侍、はい、最後までね、はい、見てね、侍フィデルチ、なんかフィデリダージ、あ、ハチ公みたい、ハチ公、はい、ハチ公、渋谷のハチ公、はい、あれね、侍のことね、ハチ公、腹切り、恥ずかしいこと、はい、約束、すっごい大切なこと、はい、神風。だからこれ選手にちゃんと教えるっていう形でいい人になります、はい、だから、ね、あの気をつけてね、こういうこと、はい、で気が利く大切な、そうですね、これを僕もずっと野球してた時によく言われました、ね、気が利くっていうのは、あとオネス、オネスティは何だ日本語で、オネスティ、まあ、こう日本人みんなオネスティだから、あまり疲れだけどブラジルにみんなオネスティじゃないだから、はい、大切なこと、まあ、こういった日本人の精神というか、そういうのもこちらでブラジルの子供たちに教えてる、ブラジルの卓球の選手のお父さんお母さん大好きと思って、あ、僕の方は特別な、はい、卓球だけじゃなくて人間としてそうそうそう、はい、必ずトップ選手になります、ちゃんとやるの、はい、人はこういった考えが土台にあった上で卓球の選手としてブラジル代表をオリンピック選手になっていくっていうことです。わかりました。ありがとうございます。じゃあ本当たくさんお話ありがとうございました。皆さん変なものばっかり。いえいえ。じゃあこちらの、イタイム稽古卓球クラブの監督ヘッドコーチマルコス山田さんでした。マルコス山田さん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ミートブリガード。チャオチャオ。